夜の女王夜の女王は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトの歌劇、マテキの登場人物、ソプラノによって歌い演じられる。夜の女王は、三人の侍女を派遣し、オロチに襲われていた王子タミーノを救出した。タミーノはこれに感謝し、女王の娘、パミーナの肖像に一目惚れし、女王の味方になった。パミーナは、祭司、ザラストロの神殿に囚われていて、これを救出すれば、 娘を嫁にやると女王は約束した。タミーノは女王の取り差し、パパゲーノを伴ってパミーナ救出の旅に出発するがザラストロの神殿に着くと真実は逆であると気づきパミーナが囚われている神殿に泊まって女王の元には戻らないことを決意した。死者の神殿に受け入れられるには入会の試練を通過しなければならない。タミーノは愛するパミーナと共に これをくぐり抜け、ついには二人は永遠に結ばれ、母たる夜の女王は没落する運命をたどった。二つの夜の女王のアリアとフィナーレの重傷を歌うのみだが、夜の女王を歌う歌手には、コロラトゥーラの卓抜した技巧が要求され、ファゴの幸運が求められる。復讐の炎は、地獄のように我が心にもえでは、スタッカート付きの素早いパッセージも、関門となる。このアリアでは、 歌詞全体にわたって、ドラマチックな力強さが要求され、ドラマチックソプラノのうちでも声の敏章さを合わせ持つ歌手が適している。ファロクを歌えて、かつ力強さを失わない声の持ち主には、エッタモーザーやクリスティーなどオイテコムが挙げられる。近年になってこのタイプのソプラノが減っており、ディリック系のソプラノの進出が目立っているが、高音部を得意とし、 コロラトゥーラの輝かしさを体現しているものの、表現的な力強さを欠く傾向が強い。夜の女王の歴代の名手には、ディアナダムラウ、エディタグルベローバ、アーリーン・オゼー、ルチアーナ・セラ、スミ、ジョー、ルチア・ポップ、ナタリーデッセイラがいる。ありがとうございます。